ナーシル・ティーン・マフムード・シャーは、インド北部を支配したトゥグルク朝の第八代君主。父は第六代君主のナーシル・ティーン・ムーハンマド・シャー。1394年、父が死去し、その後を継いだ兄のアラー・ウッティーン・シカンダル・シャーもすぐに死去したために即位した。だが、これに反対する貴族らは、マフムード・シャーの老いナーシル・ティーン・ウスラとシャーを擁立し、宮廷は二分された。 マフムードシャーは、デリーを、ヌスラドシャーは、フィールウザーバードを支配し、争いを繰り広げた。また、マフムードシャーによって、ジャウンプル総督に任命されたマディクサルワルが同年に、独立を宣言し、ジャウンプルスルターン・アサを建国している。このようなトゥグルク朝の情勢の乱れは、ティムール朝の王、ティムールの元にも伝わり、ティムールはインドから富を得るためとジハードを行うために、 1398年7月、インダス川を越えて、北、インドへと進軍した。同年11月26日、トゥグルク朝の軍勢は、ティムールの軍勢に、デディー郊外の平原で敗れた。ティムール軍の情報によると、ティムール軍10万に対して、トゥグルク朝の軍は、不評4万、騎兵1万2000、増軍120であり、ムハンマドビン・トゥグルクや、フィールーズ、 シャー・トグルクの時代の軍勢の10分の1程度であったことからトゥグルク町がどれほど衰退していたかが伺える。さらに12月17日、ティムール軍はデリー郊外でトゥグルク町の軍を破り、翌18日にはデリーに入場し、応急をはじめ略奪が行われ、デリーからは金銀財宝をはじめ大量の物資が奪われた。またデリーの住民は、 他の地域へと移住した。ティムール軍の撤退までに、デリーの10人10万が殺害され、そのほとんどがヒンドゥー教徒だったことから、ティムールの目的通りの結果となった。同年12月末、ティムール軍は、莫大な略奪品と多数の奴隷と共に引き上げた。ティムールのデリー占領と破壊、大量虐殺は、トゥグルク町の衰退を決定的なものとしたのみならず、 王朝の権威そのものも失墜させた。デリーの住民は他の地域へと移住した。その後、マフムードシャーはデリーに戻ったが、強力な進化の言い,いなりなんならざるを得なかった。また、1401年には、マールワースルターンアサが、1407年には、グジャラートスルターンアサがそれぞれトゥグルクアサから独立した。1413年、マフムードは死去し、 トゥグルクチは断絶した。王家の断絶により、王位は強力な進化であるダウラとハン・ローディーガーと、ついだが、翌年ヒズルハーンがデリーを占領し、トゥグルクチは、明日ともに終焉を迎えた。ありがとうございます。